はい、皆さんこんにちは。陶器伝極みプロデューサーの森中です。はい、陶器伝極みゼネラルプロデューサーの小笠原です。はい、陶器伝極みディレクターを務めております関口です。いよいよ本日、8月28日陶器伝極み発売を迎えました。ありがとうございます。まあやっとここまでたどり着いたという感じですよね。そうだね、本当にみんな今回は極みな実装内容なんで、はい、まあ、相当に頑張ってもらった感じなんだけど、はい、今回もです。最後の最後までね、本当に体験版の内容まで本当に極めた内容にしようって、まあ、急遽いろいろ入れてもらったりしたんで、ぜひ本当に皆さんにはお楽しみ、存分にお楽しみいただける内容になっていると思うんで、手に取って実際にその内容を確かめていただきたいなと思います。ゲーム内容でちょっと楽しい、皆さんに、ユーザーの皆様に、楽しんでいただきたい箇所について私の方からお伝えしたいと思います。やっぱり、陶器伝極み、陶器伝前作陶器伝を含めて陶器伝シリーズっていうのは不意破壊の、爽快感っていうのを一番やっぱり持ってきています。それに加えてですね、陶器伝極みにおきましては、鬼ちぎり極みという、みんなで協力すると超必殺技を放って一撃で複数の部位をまとめて吹き飛ばすという超爽快な技が実装されています。これはですね、やはりぜひ皆さんに体感していただきたいなと思います。やっぱり4人、しかもですね、それ NPC とやっても楽しいのは楽しいんですけども、やっぱりユーザー、皆さんお友達を誘い合わせてですね、マルチプレイでやると数倍、数十倍は楽しくなると思います。ぜひそのあたりを楽しんでいただきたい。楽しい反面リスクもあるので、集まってみんながガッとやられて全滅っていうことはよくあるので、そんな効果ハイリスクハイリターン の楽しみ方ができるシステムになってます。はいはい、陶器伝極みはですね、まあ、前作に引き続きまして、ユーザーの皆様、特にプレコミの皆様には多大なるご協力いただいた、タイトルになってます。本当に、前作陶器伝でのアクション体験版すべてあそこから始まった、うん、ところですよね。もうあそこで、まあ、開発としては、まあ、これでいけるかっていうのものを出したつもりが、いや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 、こんなんじゃダメだよっていう、もう手痛いぐらい忌憚のないご意見をいただきまして、私らも本当に目覚めた、で目覚め直した、本当にあそこでチームがもう一気にガッと、もうマインドが変わった感じでしたね。でもうこの時に極みも、もうそのイズムは忘れないぞという形で、アクション体験版のぜひ新しい3つの武器をですね、皆さんにプレイしていただいて、そのご意見をいただいて、なんとかそこのご意見をたっぷり本当製品になるまでに吸収して、より良いものを届けようというのが、まあ、今回の、目標だったので、まあ、それが達成できて、嬉しく思ってます。でさらにですね、まあ、陶器伝シリーズアップデートいろいろ繰り返していますし、ダウンロードアイテム、コンテンツいろいろ作ってます。で今回はですね、実は陶器伝極み、大きなアップデート実は、用意してます。これまだ後日ちょっとお話できると思いますけど、はい、開発チームは今真っ最中です。終わったよっていう言わせないタイトルになってますので、はい、ぜひ製品購入後もまだまだ楽しめる作品になってますので、ぜひご期待ください。ありがとうございました。